思考ラム評論クッキング、生の飯はうまいぞ。オウケイオウの提供でお送りします。と、おふざけはここまでにして、戦争中の唯一の癒し食事、キングダムの評論まとめ。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回はいつもの考察と少し趣向を変えて、キングダムの評論事象について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。今回の行戦では評論攻め合戦という前代未聞の戦略でしたね。ここで気になったのが、キングダムにおいての評論はどんなものなのかというところ。神たちは戦場でどんなものを食べているのでしょうか。作中の描写をまとめ、詳しい内容を考察してみました。注意として、この内容はあくまでもキングダム世界での話です。実際の春秋戦国時代とは差異があるので、そこだけご注意くださいね。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。 1. 当眼。まず明確に兵糧として飛信隊内で配られていたのが当眼です。当眼というのは豆腐を干した食べ物で、硬いお豆腐という感じのものです。豆腐眼とも呼ばれる中国や台湾で広く実際に食べられているもの。脱水してあるので日持ちがするため、行軍の際の兵糧に重宝されているようです。神たちは調理などせずにそのまま食べてましたね。大豆食品なので栄養価も高く、特にタンパク質が豊富です。激戦をくぐり抜け、筋肉が疲労する兵にとって、その回復を促す重要な栄養源ですね。描写を見るに、保存期限の長さから戦終盤の主食としても食べられているようです。 2. お米。次に兵糧の王道であるお米です。平時の主食としても食べられますが、兵糧としても使われている模様。新水軍が輸送していた俵の中にはお米が入っていたようで、超水軍に沈められた時に黄河に散乱してしまっていました。兵糧ということを考えると、ただの米ではなく干し飯だったのかもしれませんね。干し飯とは炊いたお米を乾燥させたもので、日本でも非常食、兵糧とされていました。保存性能は抜群で、一説には20年は持つとも言われているほど。鍋で食事を煮る場面があったので、あれは干し飯をお湯で戻してるのかも。3. 干し肉。また頻繁に出てくる描写として、何かの骨付き肉をかじっていることがあります。とはいえ、お肉なんて保存は全く効きませんし、当時の保存手段では数日も持たないはず。そう考えると、信や教会が食べているあの骨付き肉は干し肉なのではないでしょうか。干し肉であれば日持ちもするので、保存食、兵糧にも向いています。さらに言えば、火を使う必要もないので、煙で敵に居場所がバレることもありません。そのような穀倉地帯ならともかく、縁のような山岳部が多い国ではお米や麦などは取りづらいでしょう。そういった国の兵糧にはこのような干し肉などが多いかもですね。 4. お酒。また厳密には兵糧とは違うかもですが、お酒もまた行軍に欠かせません。夜に互いの活躍をねぎらいながら飲んで、隊の団結を深めるのに一役買います。また上級将校用に特別なお酒もあり、将軍や一定階級以上の将に振る舞われ、軍議の時に飲んだり、褒美として隊に贈られることもあるみたいです。それ以外にも、酒に行った仲間の弔いに杯を捧げるなど、戦国の世にあってお酒はなくてはならない重要な物資と言えそうですね。この時代はお酒の強さも将として重要な資質だったみたいです。ここまでが自国の拠点から持ってくる事前に用意した兵糧です。そして次は、兵糧が尽きそうになった時の現地調達での食料をご紹介します。 5. 野生動物。たとえ万全の準備をした行軍であっても、末端の兵士が満足できるほどの量を毎回配るとは限りません。そのため行軍中に小休止する際に、周りの茂みや森で野生動物を捕まえて臨時の食料とすることもあるようです。もちろん軍や大規模で食べられるほど
たくさんの量は確保できません。そのため、多くの場合は、捕まえた本人や直属の隊長のみで食べるようですね。シンも、山陽攻略戦の時に、野営中、ノウサギを捕まえて丸焼きにしていました。また、兵糧が尽きそうになった楊端和軍も動物を狩ってしのいでいたようですね。6、馬肉。動物の肉といえば、野生のものだけに限りません。戦場では、騎兵隊が多く活躍し、その後には、多くの馬の死体が転がっています。そんなお肉は、無駄にできない貴重な資源です。歓喜軍のライドも、馬の肉には困らないといい、マロン金星の馬肉料理を貪ってましたね。当然ですが、普通の兵は調味料など持たず、味付けのない馬肉しか食べられません。マロンは、私物で、調味料や香辛料を持ってきているのかもしれませんね。ちなみに、国王の料理は、ライド曰く、死んでも食べたくないらしいです。他にも戦場の死体だけでなく、地軍の馬も、最後の非常食となります。今回の王戦軍でも活用され、疎水騎兵団の馬は、すべて食べられた模様。騎兵にとって、馬は、兵器であるとともに、信頼すべき戦友でもあるはず。餓死を免れるためとはいえ、その胸中は察するにあまりありますね。7、現地調達。また、食料を確保するために狩るのは野生動物だけとは限りません。これが侵略戦であれば、敵国の領民から食料を奪うこともよくあるようです。王戦軍は領民を傷つけこそしませんでしたが、食料は全て奪い取っていましたね。秦も、過去に隊からはぐれた時に、放棄された民家の食事を盗んでいます。二度目は罪悪感でまずかったとのことですが、他の軍の兵士なら普通に食べてしまうかも。敵地に侵攻した時に、敵国の施設から食料を調達するのは戦争の常套手段です。その対策として、逃げる時に村ごと焼き払ってしまう焦土作戦が行われます。ここまでが、普通の戦争において食べられる兵糧の種類でした。そして、せっかくなので、例外的に食べられる特殊な兵糧を2つご紹介します。8、番外編1、西洋からの贈り物。まず、今回の行戦の最後を飾った西洋からの兵糧の贈り物。まんじゅうや鶏肉、ゆで卵をはじめ、なんとロブスターまでありましたね。さすが海に面した海洋国、海鮮物が豊富なようです。また、料理人劉勇が興奮するほどの美しい塩も送られてきました。海の国の塩は美しいぞ。とのことです。当然ですが、まんじゅうや海鮮、卵などが本来日持ちしないので、兵糧にはなりえません。そのため、西洋王も、俵に印をつけており、保存が効かないものから食べるよう促していたようですね。気配りもできて、ビジネスもうまい、できる男、西洋王編。さすがですね。9、番外編に、ギュポー。最後に、これは巻末漫画での逆枠ですが、謎の古代生物ギュポーも食べられてます。土の中に潜っている甲殻類のような生物で、死曰く伝説の食材らしいです。このギュポーの存在は、教会も知っており、教匠から聞いていたようですね。料理ベタな真の料理でも美味しくなりますが、毒があるため、普通の人が食べると、泡を吹いて倒れてしまうようですね。死や教会は平気みたいですので、体力の強さに関係するのでしょうか？食べてみたいような、怖いような、という珍味ですね。以上が、キングダム世界における、兵糧の種類まとめでした。戦場で何週間、何ヶ月と過ごすには、保存の効く兵糧が不可欠です。また、それでも足りなくなる場合には、何とかして現地調達する必要も。極限状態を生きる兵たちが、日々の糧とする、欠かせないものばかりですね。漁港以外は、現代日本でも食べられないことがない食材なので、興味のある方は、実際に、キングダム飯を作ってみても楽しいかもしれませんね。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。